お、いますね、誰か。いや、この先なんか、あれ？あ、そうか、門をくぐっちゃうとこれ別の場所になっちゃうのか。なるほどね。この設定で今、未だに慣れないな。大丈夫か？こんなん行けるわけね。ダサ別居に行きたい男。ふい、いい加減、壁を押し付けたぜ。ん？もしかしてお前もあれを嗅ぎつけてきたのか？ここの清らかな人間だけを誘うという伝説の秘境。笹部教の匂いよ。笹部教をいた人間はみんなこの辺りで迷い込んだって話だ。向こうに立っている鳥居といい、どう見てもこの岩が怪しいぜ。惜しいな。それにここだけの話だけどよ。笹部教っていうのはスズメ族の島だろ。スズメ族？なんか鳥とかがいいのかな。そのスズメ族の城下、嬢ちゃんがここから出てくるの俺は見たんだ。笹部教では絶対この国違いねえ。俺は諦めねえぞ。まあ、そのまま一生ね、その壁を押してればいいさ。飯減るときとトイレ行くとき以外はね、ちょっとここら辺で、ひたすら岩を押しててもらおうかな。じゃあ、失礼しまーす。教えてあげたいけどね、ちょっと、その裏技はね、なかなか教えるわけにもいかないんだよな。やってくるか。こっちの奥になんかあるってことやな。風車の方 行かないといけないんだけどさ。ちょっといろんなところ寄り道しちゃうとね、いろんなところのね、マップがひどくてね、本当に、いろんなとこ行っちゃうよね。竹の里、笹部郷。竹の里か。なんかね、竹の子とか美味しそうだね。うん、こりゃ、竹のいい香りがすだ。するわ、すだ。見たところ、きちんと道が敷かれてるようだけど、誰もいないなら勝手に通っちまいますよ、と。お通りしますよ、と。2チャンネルやったんや、いっすんはな。マジで誰もいねえな。でも綺麗だね。うわ、いいとこいいだね。ちょっと、一泊高そうな宿だね。ちょっとね、駅から離れた、ちょっとお高い、いいところみたいなね。古文、あ、やっぱスズメ族や。あ、うおうおうおう。その塩もく、この笹部教に何の用で。澄ました顔して、とことこやってきやがって。狼のくせに、不貞野郎だ。まあ、狼やからね。まあ、合ってるけどね。ここお前だ、スズメ組の縄張りとして来たのかい？だったら、タダで返すわけにはいかねえ。なんかやられる、大丈夫？お金、払ってた方がいいかな？そう、ナチグロみたいな目ん玉を真っ白に書いてあるから、覚悟しない。戦うかな？親分、ちょっとあのヨタモに一発かましてくださいよ。親分出てくるのか？おはは、すげえ、機械仕掛けの。うわぁ、ガチ親分じゃん。いやいや、塩もふ、このお方をどなたと心得る。いいね、なんかこの、ちょっと、江戸時代感覚の雰囲気いいですね。恐れ多くも、我ら鈴組の大親分。ジャンバ太夫様であらせられるんでい。ジャンバ太夫？なんだ、コウメ太夫みたいな感じかな。ジャンバ太夫。なんかね、立派な髭生やしちゃってね。ジャンバ太夫。大親分。さあ、親分。一発お願いしやす。寝てんじゃねえか。ちょっとすげえ、疲れてそうだけど。やっぱでかいんだな、親分っていうだけあって。ジュン。どうしたん？ひぃ 怖。なんか勝手にコント始めたわ。お、親分が怒っていなさる。俺なんかやったかな？おい、あや、何の喜劇だ？とりあえず、はい、どうぜ。いいか、塩もふ。親分は大事な大事なお嬢さんをさらわれてお怒りになってるんでいい。ああ、でも言ってたもんな、さっき。俺たちも四方八方手を尽くして探しちゃいるが、お嬢さんが無事見つかるまでは怪しい奴にその門はくぐらせねえ。わかった、とっとと、失せろいい。なお、いや、ジュンって言っただけやったな、あいつな。何を言う、なんだい、結局言えてくれないのかよ。あの親分の娘がさらわれたとか言ってたな。じゃあ、あれか、もう、ここをね、チェッ、笹部家の門扉固く閉じたいと自分で手だ。鈴木君の気が変わねえと、ここを取ることはできねえな。親分の娘か。まあ、風車のついでにね、なんかイベントとして出てきそうだけどね、今後ね。とりあえず風車行こうか。とりあえず風車行こう。絶対あそこ行かなかったらストーリー進まないもんな。お、来たね。じゃあちょっと草薙村の方行ってみようぜ。名前いいよね、草薙村。なんか、名前かっこええわ。スサノオみたいな感じでね。まあちょっとかっこいい名前につきね、ちょっとだらしない人間になる可能性が十二分にあるから、もう油断はできないな。油断はできないが。わ、なんか村、くっさ。色がくっさ。じゃあちょっと行ってくるか。なんか漢字書いてあんな。うー、色が。いや、なんか、あれやな、願いな。色が願いな。ネガフィルムだな。行くか。いや、怖。なあ、雰囲気暗。街の活気全然ないじゃん。こりゃ街おこししないとな。まだちょっとゆるキャラから用意しましょう。狼とかどうですか？結構可愛いですよ。うえーっぷ！なんだいこの不気味な容器は。
この村、まだたたり場の容器が抜き切ってないぜ。じゃあ、この中にも、あ、待って、なんかやばい。とりあえず回復しておこう。揺れてる。揺れる。重いかな。やばいな、ちょっとこれ。体力は減らないけど。いやー、困ったな。この前の奥にある風神宮で参拝客相手に商売しようと思ったら、何やらおっかない怪物に占拠されて大騒ぎしてるじゃないか。まあせっかくこんなところに来たことだし、商売してるけどさ、買う人だんや。ワンコ、お前、お使いを頼まれたりしてないかい？俺、ワンコ扱いしてたもんな。そんなやつにね、まあでも、お、風車。まあ一個ぐらいは回ってもいいかな。うん、足投げなんや。これはまあ一個ぐらい回ってもいいでしょう。輪廻転生の言葉が刻まれた鏡。悪しき、これ神器かな。あ、まあそっか、無限水。あー、これ持っといた方がいいかな。でも一個高えな。これ高えな。まあ、真骨頂、まあ、もうちょっと買っとく？せっかくだから。まあ、10個買っとこうか。ね。これはね、あって、クソもないと思うからね。無限水、うん、まあ、2個ぐらい買っとく？念のため。なんかあった時よな。まあ、とりあえず、こう、今の時点では、まあ、まあ、筆はつかなくて良さそう。村を守る風がやんじまったのも、井戸端のおばちゃん。神主様があの怪物に食い殺されちまってからよね。神主様、殺されちゃったの？あれから、今とばかりに妖怪たちが風神宮へ攻め込んで、風神宮に祀られた風の神様の力が弱まってしまったのよ。いや、今回の筆神様は風の力って感じかな。昔は神風に吹かれて風神宮の大風車も勢いよく回ってたのにね。そんなことより、一体いつまでこの日が続くのかしらね。高宮台の草薙村といったら、魔除けの風、神風が名物なのに、風はすっかりやんちまって、村は荒れ放題じゃないの。神風が吹かなきゃ生活はできないし、空気は緩むし、本当になんとかならないもんかしらね。そういえばなんだよ。ねえねえ、あのイザナギ様の子孫がこの村を訪れてるって言うじゃない？子孫。殺された神様に代わって、あの怪物を退治してくれるのかした。あの怪物がいなくなれば、この村にもきっと風が戻るわよ。あの陰陽師じゃないよね。それにしても、ねえねえ、神様のことといえば、伏せ姫様もけなげだわよ。伏せ姫様。神主様、伏せ姫様も、代々風神宮を守り続ける家柄でしょ？その伏せ姫、姫様ってあれかな？スズメ族のあの、さっき言ってたやつかな？伏せ姫様は、たった一人残された後も、涙一つ見せずに頑張ってるじゃない。てか、助けになってあげればいいのにね。そういうにしても、一体いつまでこの日が続くのかしらね。あ、そういうことか。これループするんや。ずーっと同じ話してるわ。ちょっとこの村、怖いな。もうなんか変どころじゃねえよ。めちゃめちゃ変よ、この村。おどろおどろしいね。臭そうだもんね。うわぁ、もう、この中でもダメなんや。おい、なんだよ、狼かい。また金にならない客が来たよ。こないだやってきた客も、飯ばかり食って、金払いは悪いしね。あの、イザナギ様の子孫だって言うから、止めたのに。そいつさ、もしかして、だらしないっすか。ヘリクスをこめて、怪物退治にも行かず、一日中、裏の林でご同寝だよ。おまけによりは、すごい声を上げてうなされてるし。お前、うまいこと、追いパってくれないか？もう、あいつやん。あ、これいけんじゃないこれ。シュって書いて。あ、あまこダメだ。この容器なんかじゃ、筆調べの力も通用しねえや。じゃ、これもうゼロになっちゃうのはもうしょうがないのか。これさ、草薙いるんじゃないかな、どっかに。どっかにさ、スサノいるんじゃない？あの、みっともねえスサノがさ、子孫って言ってたってそういうこと？ああ、ぼよぼよぼよ。あ、ターノ。うわ、俺も、やだな、なんか。でも、こっちはこっちで、こっちなんか模様ないのも新鮮でいいね。これはこれで可愛いね。普通の犬になり下がっちまったよ。これはもう、ただのね、牝馬。牝馬というか、まあ、白髪のね、白い毛の犬と言いますかね。なんか悲しいな。お、ここ秋、何、浄土に水やってね。ねえ、見て、ワンコちゃん。ここ、本当は、綺麗な花壇だったの。噴水から湧き出す水のおかげで、お花さんがいっぱい咲いていたのに、風が止んだら、噴水の水も枯れちゃって、お花さんも。でも、お花。でも、こうやって、毎日お水をあげたら、また絶対に咲くよね。子供のね、けなげさがいいですね。綺麗な花壇だったのに、まるで、枯れ草に塗りつぶされちゃったみたい。あー、じゃあなんか、筆、俺たち以外にもなんか筆使うやつおるんやな。おるんかって感じか？でも、こうやって、毎日お水をあげたら、お花さん、また咲くよね。まあ、咲かないとは言いづれよな、今の雰囲気で。
場の空気を壊すことはしたくないもんな。あほらね。ほらね。見たことか。素で見たことか。うおお前食べ過ぎやろ、お前絶対。あの旅館の人ガチ横やったで。やめろ、そんなことは。なんかうなされてるな。我は絶対に、貴様などには。うんやもんや、うんやもんや。おや、スサノのおっさんじゃねえか。しぶとく生きてたと思ったら、今度はこんな目で何やってんだ。どうせ妖怪にコテンパンにされ夢でも見てるんだろうけど、そうしても必死の行書でうなされてんな。あ、ちょっとスサノもしかしたらなんか呪われてるとかあるんかな。こいつ、大丈夫か。さっき、あ、どこ行ったのかな、あの陰陽師は。ちなみに。で、今の夢は。おので、八つ雨、ここまで来ても、我が夢の中に出てくるとは。よう、佐野のさん、夢の中でも、どっちやってんのか。相変わらずすぎるな、佐野さんな。こんなところに寝転がって、のんきに眠りたい、いいゴミ分だな。いいゴミ分だな。古今無双の大剣士様かっこ笑いが聞いて呆れるぜ。む、お前は、ポチと金玉虫。またその名前で。その名前嫌ってんだから、一戦さんな。ごん、またワイの瞑想を邪魔しに来ようたか。急に威厳を保とうとするわ。我は音に聞こえた大妖怪、赤なんとかを打ち取るため、あ、言ってたね。赤なめとかかな。無双の中でも戦いの組み立て方を考えているのではないか。ただ、その必勝祈願のため、このムアの風神宮へ参拝に来たのだが、世にもよってその風神宮が赤なんとかに占拠されたというのだ。じゃあ上にいるんや。ま、祈願などしなくても、我が剣は無敵なのだが。こいつにあれ、あいつが切ろうとした俺が聞いたことを教え、カミングアウトしてな。人々のためにも万全を期さねばならぬゆえ、おろそかにはできん。まずはじっくりと腰を据えて、考えに考え抜かなければな。さて、もう酒がないだけまだいいけどさ。なんだかんだ言って、結局寝るのかよ。よく寝れるよね。羨ましいわ。こんな雰囲気の中でも寝れるっていうのがね、逆に才能だわな。じゃあ奥行ってみますか。じゃあこっち。登れないの？あ、登らないや。そういう登り方じゃない。絶対そういう登り方じゃないもんな。降ります。あー、これでも、できないもんね。あ、もうダメだ。地下も通用しねえや。これ爆弾も通用しねえ。とりあえずなんとかしないとな。やばい。過ぎちゃう。やばい。効果が。ただの犬になっちゃう。いやだ。ただの犬になっちゃった。まあ、いや、ちょっとこのまま進むか。お、なんかいるね。ん？何あれ？おじちゃん？おじちゃんかな？なんか、みかんじゃん、みかんおじさんみたいな。竹取りの、沖縄、竹取り。これ、あれじゃない？かぐや姫来るんじゃない？ふにゃ、参った参った。こりゃ参ったことになっちゃうな。ん？はぁ、こりゃ、かわいいおかみさんだね。ねえ、おかみさん。今わし参っちゃってるの。おかみさんか。まあ、今に関してはマジでおかみさんやもんな。ただのおかみやもんな。みちゃんとりわしは、竹竹作りを願いにしてるんだけど、ジャジョンたちがそういうことができなくなっちゃってさ。こんなこと相談されても、狼さん迷惑だよね。でもまあ、ね、ただの狼じゃないもんな。で、細工職人、竹取りの大きな。その肩に背負ってるの重くないのかな。顔以上の大きさあるけどね。じいさん、いや、質素だな、えらく見た目が。じいさん、狼相手に相談なんてよっぽど困ってんだな。ああ、妖精さんも聞いてくれる？わしいつも坂見の間の笹壁橋で竹を取って、あ、笹壁橋ならさっき言ったよ。最近その竹やぶに入れてもらえなくなっちゃったの。なんか姫探してるとかでね、お怒り、大将が大声らしいですよ。笹壁橋に住む主人組が急激に入り口を閉めちゃうでしょ。ああ、竹細工あっち来んちゃうよ。わしの人生にはもう竹細工しかないのよね。それに、もうすぐお祭りが始まるから。ああ、そういうことか。金儲けしようとしてるのか。そこで売る竹細工を早く間に合わせないとね。なんだなんだ、神経癖顔してよ。こいつなぁ。まあでもいいことだと思うけどね。もうそれ竹細工でみんな幸せにできんだったらね。あまこうこや、めんどくちゃい話聞いちまったなぁ。まあでもこれは、でも説明組のね、はいずれも、俺らも解決しないといけないもんね。失礼します。痛そうですね。ごめんごめんごめん。笹壁に入っている竹は竹細工にぴったりの必要ないよね。だけど、笹壁に住む説明組は何を言っても仲良いってこないし。いや、竹細工は作りたいなぁ。わしの人生にはもう竹細工しかないのよね。ああ、さっきの話か。竹細工ね。まあでも、いいね。なんか、それ見、あれかな。この問題解決したら、目の前で作ってくれたとかするのかな。竹の子食べて。竹の子の肉のおきき。ちょっと食べたいんだけどな。これは？はあ、これはまた、随分と、めっちゃ言えてる、言えてる、言えてる。はあ、これはまた、随分と立派な大竹じゃねえか。
百田のおじいさん、本当に竹細工が好きなんだな。これさ、あ、これおじいさんが作ったの？ふっと。とんでもねえ竹細工やな。失礼しまーす。あ、これ派手なのかな？失礼しまーす。この先なんかイベントとかないと、ちょっと次どこ行けばいいかわかんない。あ、来た、あ、あった竹の子。しっかりとした食感の野菜。胃袋を満たすと。もうね、胃袋満たされすぎてね。特にもうなんか、大丈夫っすよ。もうこれ以上何も。お、なんだこれ、枕？布団？なんだこれ。あー、竹の子や。勝手に食べちゃっていいのかな？何も許可取ってないけどね。お、これなんか、これ掘っていいのかな？失礼しまーす。なんか、待ってたよね。おー、来た来た来た。そうそうそう。これがね、たまに落ちてるからね。これをね、見つけないといけないんだよ。あ、はぐれ玉来たー。何かが起きる。何かだからな。これいいこととは鍵だもんね。何かだから、まあ、急にね、なんか HP1 縛りで、今後クリアしていけみたいな感じで言われるかもしれないからね。まあ、しょうがないか。じゃあ、奥行ってみますか？こっち。佐野鬼もね、今なんか寝てるし、風車も回ってねえしな。とりあえずちょっと上の方行ってみるか。暗いな、にしても。にしても暗いな。どうしたの？なんだ？なんで？ここになんかあんのかい？なんかあるのは山々なんだけどさ、なんもないやん。ほらもう、筆もできないし。どうしよう。なんもないよ。なんもないよ。そして上来てんだけどな。ちょっと上の行き方が。ほら、あっちなんかあるって悩み事。なんでさっきからあいつはさ、ずっとここに行こうとしてんだって、これ行けないでしょ、俺。行けないでしょ、これ。あ、なんかジャンプダッシュができなくなってる。なんでこいつはここで、そのぴょんぴょん跳ねてんや。すまんな、俺。筆が今使えねえからしょうがねえんだよ。そっち行けねえんだよな。どうしようかな。これでまだ寝てんのか。うざいやざめ。なんだ、まだワイに言おうか。赤の中大事なんだ。今、作業考え中だ。しかし、一生期間するというのならば、神木村に戻って、クシナちゃんの先を、この中が攻略合いそうだな。このさん、早く逃げ越しの上に酒まで飲みたかったよぜ。でも、クシナが一筋なのはね、ちょっと評価したいね。まあね、こいつがダメだらしない、じじいなのに、ことには可愛いはねえんだけどな。よし、失礼します。もう暗いな、マジで。これは？あ、でも、掘るだけ掘ってみるか。掘るだけ掘って、まあ、おそらくクローバーか何かだと思うからね。そうなのよね。これはね、ちょっと、待たないといけないからね。これは、あ、上あるかな？風車の方行きたいんだけどな。なるほど。こいつは風力で水を汲み上げる噴水だな。あいにく今動いてねえみたいだ。あ、これがなんか、人魚湖みたいな感じのとこが、あれが干ばつしてたのか。強い風が近くで、ピューッと吹けば、また水が引けるんだろうけどよ。じゃあ、とりあえず風車回さんことには何も始まらなそうだな。なるほど。じゃあ、こっち行って、ん？憎いってなんか、文字がめっちゃ書いてんだよな。じゃあ、これで一回復活します。あ、いたわ。これ、取れるか？危なーもう浮いてるじゃん、これどう考えても。マップ的な、ちょっとおかしい部分が。上登れないのか？登れなそうだね、これ。落ちたら危ないよな、これ絶対。ダメ、これ絶対ゲームオーバーになっちゃう。あ、でも、いけねえか。怖っ、超怖え。これは、無理そうだね、登れなそうだね。これはまた、なんか上にいたんだよな、さっきハテナでクエスチョンマークついてる人が。へのへのモヘジいたんだけどな、通れねえか。やべえ。こっち？お、なんか、祭ってるね。うわ、道中の安全を祈願するお地蔵さんだな。長い間ほったらかしにされて、すっかりこけむしてるぜ。でもなんか筆とかなんかできんだろうな。やばい、とりあえずもうこの雰囲気どうにかしないと。もう筆も筆技も使えないもんな。どうしよう。お、悩んでる人いるね。悩んでる人、大何ぐらいの村人。お、なんかすげえ強そう。あ、出た、伏せ姫。なんということか。重要人物すぎねえか。不覚にも一瞬の隙を突かれて妖怪に問いつかれてしまうとは。せっかく妖怪たちの信仰から村を守っていたものを。このままでは、この村は、たたり場に変えられてしまいます。もう十分、もう、どんよりしてますよ。やばい、なんか、画面に不穏な文字が。ああ、もう、ダメ。力が抜けていく。神様。ああ、なんかついてる。うわ、お前、ストーカー。お、新しい敵か、これ。なんか、青フジャッキー
青ふざけ。うわぁ、こいつ、しかもおじさん今使えねえんだよ、筆技が。筆技使えないのに、これ突進だけで。畜生。こいつだ、俺が、これしか攻撃できないことをして、こういうこと、こんやって敵を、俺を誘い込んでたってことか。こいつなんだ、マジで。そんな、浮かせねえぞ、お前。そう簡単に。でも、これ新しい敵はいいね。いいね、燃えるね。はい、これで攻撃。よし、オッケー。天の尺だっけ。青の、青ふじゃきって書いてたよね。青の負でならない、横島鬼って書いてたもんな。何鬼なんやろ。後で図鑑見とこうか。よし、じゃあこれ神でね。大丈夫かこれ。伏せ神様大丈夫ですか大丈夫。お、ん何ちょっと戻ったんあ、戻った今ので戻ったえ戻ってたえ、いつの間にか、容器の磁場から解き放たれている。なぜかわかりませんが、とりあえず助かったようですね。なんて書いてんだ？え、考える、まだ、人、義、霊、地、中、高、なんなの姉ちゃん、一体何があったんでいい？おや？でもこの伏せ姫さん結構なんかグラフィック的にも重要ポジションだよな。そなたはもしや、我ら、里見一族の使いのものでは？あら、いえ、見たところ、そうではなさそうですね。とはいえ、何かの助けになってくれるかもしれませんから。なんか、勘違いはされてるみたいだけど、何か話だけでも聞いていてはくれませんか？聞くだけね、聞くだけただですから。綺麗な兄ちゃんの話な、いくらでも聞いてやるぜ。一寸が急に自我を出し始めたな。ありがとう、私は風神宮に仕える巫女、伏せ姫です。へえ、いやー、いいですね。櫛灘姫さんと、個人的には櫛灘姫とが今んとこ、個人的には一番なんですけど、伏せ姫さんもなかなかですね。風神宮というのは、この上地岳の頂に建てられた建物で、山に住む風神様を祀った神殿なのです。上地岳から吹き下ろす山おろしは、妖怪を跳ね抜ける力を持ち、神風と呼ばれて、昔から村の守りを、と崇められておりました。ところが、会う時は境に、その神風がぷっつりと止んでしまったのです。そのため、この村の中にまで妖怪どもが忍び込むようになり、最後の宮司を私までもが取り殺されるところでした。なんか、神宮神主様はなんか食い殺されたって言ってたもんな。残酷やね、結構ね。すべてはあの恐ろしい怪物の所業なのです。なるほどね。あ、話続くね。ほら、話の続きを聞いてくれるのですか？神月が病んだ理由、それはただ一つしかありません。赤なんとか。赤カブト。超強そう。ホムダのもの。赤カブト。そう呼ばれるもののけが風神宮に取り付いてるからなのです。赤カブトはこの一帯の妖怪たちを束ねる狩猟で、100年もの昔から高宮平に住み着いておりました。ヤマタノオロチがね、ちょうどなんか封印されたタイミングと同じやな。代々、風神宮の神主を務める我ら里見家は、赤カブトの一派と長きにわたって戦い続けて参りましたが、1年前、神主が病に倒れたところを攻め込まれ、神主は、あらまあ、撃ち殺され、風神宮は赤カブトの手に落ちたのです。聞いたことあるぜ。里見家の当主が妖怪に殺された話は、ね、さっき食い殺されたって言ってたもんな。赤兜を退治せば、必ず神風は蘇るはずなのですが、神殿は邪悪な結果で閉ざされ、身近な私にはどうすることもできません。あ、なんか、ね、後ろになんか神器みたいなやつあるけど、それは岩飛ばして攻撃すんの。もはや、残された希望はただ一つ。里見家に仕えるあの戦士たちのみ。あの戦士？まさか、スサノオスサノオか。赤カブト。剣心、里見八剣士しかおりません。八剣士、犬？里見八剣士は、古くから里見家に仕え、風神宮を守ってきた戦士たち。平和の使者として、中津国全土に使わせていますが、彼らの力が集まれば、赤カブトの結界など、たやすく打ち破れるでしょう。へえ、すごいね。八剣士、かっこいいね。ちょっと揃いたい。俺も入りたい。へえ、じゃあその発見様をさっさと呼び戻したらどうだい？それが、彼らにはすでに召集をかけて会うのですが、未だ戻るものはおらず、音信も途絶えたままなのです。じゃあなんか、足止めとかされてんのかな？妖怪たちに手こずってとかかな？この村に戻ってきている気配は感じるというのに、もしも妖怪に襲われ、怪我でもしていたらどうしましょう？まあ、でも近くにいるってことは、ありがたいね。そうだ！狼やそなたの花なら、彼らを探し出せばしませんか？俺の
いいんですか、頼りにしてもらって言葉通じてるって気づいてる。念のため、そなたにこれを渡しておきましょう。お、地図で教えてくれ。お、なんか降ってきた。怖っ。な、妖怪？新しい妖怪？なにこれ？地を待ってるわ。里見の印籠。これ新しい神器とも見て取れる大きさやな。この馬のどこかに感じる5つの木は、発見したものに違いありません。彼らは気難しいゆえ、里見家以外のものになかなか心を許しませんが、その印籠を見れば、必ず私の元へ戻るはずです。里見の印籠は彼らの気を感じ取り、その方角を指し示します。から、どうかその印象印籠を手がかりに、そなたの地下で彼らを探しておくれ。探しておくんなます。任せておきなよ。人に残らず、無傷で届けてやだ。お、可愛い女の子お前やから格好つけてるわ。甘子、俺はたっぷり、あ、つませてもらおうぜ。ふぅ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 。こいつまた、懐に忍び込もうとして、しようと思ってんじゃないですか？あ、でもこれで、なんか邪気みたいなやつは払いのけられたから、一応、あれか、筆は使えるって感じか。まあ、神聖な雰囲気だね。なんだこれ。なんかもうお餅とか入ってない？なんかお供え物とかないっすか？ないか。失礼しました。うわ、さっきの、あ、ね、神様の後ろに書いてあった文字が、めちゃめちゃ書いてあるね。中、礼、講義。これなんか、実際のね、現実世界でも、こういう文字の並びとかあるんかね。ちょっとすいません。ちょっと義務教育の敗北者の、ちょっとそういうの、詳しい知識ちょっとわかんないですけどね。ちょっと奥の方も行ってみますか。こっち、こっちなんか絶対イベントありますやん。こっちなんか入ったら、この、インド関係ないイベント始まりそうですやん。失礼しますやん。おー、綺麗な木の風景の上に、前にあるのは、なんだの、まがまがしい。あのまがまがしい炎は何なんだ。俺はね、多分、入ると入らないでね、全く変わるタイプですね。嘘です。ごめんなさい。嘘ついちゃった。よいしょ、ちょっと、せっかくだから、ん？何？なんか、声が聞こえる。声が聞こえるぞ。どこや？ん？まあ、とりあえずちょっとこれ掘ってみるか。クローバーかなこれ。失礼しまーす。やっぱクローバーだったよ。いや、よかった。これでできるわけか。さっき言います。さっき言います。どこなんか音めっちゃ音すんだけど。なんかキュッキュッキュッみたいな。どこやろ？いないなぁ。まあ、いいや。ちょ、とりあえずもうちょっとだけ。あいよ。粉砕。とりあえずこっち行ってみる？行ってみるか。ちょっと5人の派遣者をね、探さないといけないからな。おらんくね。まあ、それは当たり前やけど。風神宮。うわ、結界張ってるわ。この先におるんや。わ、よ、通日。これなんか 2.5 か。2.5 次元だ、これが。これがあれか。例の、結界張られてるって感じね。じゃ、この先に、風神宮がいるって感じか。お、なんかおるね。なんだ？体の透き通った兄さんが浮いてるぜ。八つ伏さ。なんか死んでない大丈夫。うむ。私の姿が見えるとは。その後はどちら様かな？こいつあれじゃね、死んだ神主様じゃない？私は八つ伏さ。この一帯をねぐらにするしがない自爆霊だが、こんなところを訪れる者に会うのは久しぶりだ。たまたまここにいただけって感じか。自爆で、やつうさ。なんか頭にでっかいついてんな。なんかパパや鈴木みたいな。といっても、私の目は光を失い、もはや物を見ることはできんがな。じゃあ、耳だけで聞いてるわけや。その代わり、心の目は人の本当の姿を教えてくれ。あ、じゃあ、狼様見えるんじゃない？そなたは、なんとも美しい女性のようだが、まさかこの風神宮に用事でも、なんとも美しい誰の勘違い。しかし、やめておきなさい。ここは今や神を祀る神殿ではなく、恐ろしいもののけに支配されたたたりの吹き溜まりのような場所だ。そなたのような美しい女性の来るようなところではない。美しい女性？ん？美しい女性って、お前のことかよ。え？狼様ってもしかして、女性だったの？ふっ、あ、これ傑作だぜ。うむ、もう一人、女性の方に機械の鼻くそのような妖怪が。すごい、あれやな、偏見じゃないけど。鼻くそか。クワバラ、クワバラ。この、もはや、この村もおしまいか。あ、鼻くそだ、誰のことを言ってんだよ。お前鼻くそやった。鼻くそとか金玉とか、散々の言われようだな。
あ、まだ話せるわ。ちょっとお願いします。高宮平を見落として、大前と立つ、この霊峰上地岳。かつては神聖なる闇落とし、神風を吹かせ、村には妖怪びき寄せつけなかったが、妖怪の主将赤カブトが風神宮に攻め入った日から風はすっかり闇み、神の守護を失った村は妖怪の被害にさらされるようになってしまった。だが、もののけに奪われたのは神風だけではない。この神殿には水晶で作られた、あれだよね、なんか、水晶の赤リンゴみたいな。その名も、あ、ヘビイチゴ、ごめんなさい、ヘビイチゴか。水晶のヘビイチゴといい、八つ首の大蛇の呪いを払う力があった。水晶のヘビイチゴ、陰陽師が言ってたよな。あ、あの、インチキアとか探していたものじゃねえか。ね。まあ、昔に語れのみで、その地下の真のことは明らかではないが。いずれにしても、風神宮が赤カブトに支配されている今は、どうすることもできん。困ってる。お困りのようだね。じゃあ、ちょっとまあ、ここはまだまだね、いけないようですから、発見士だからね。ああ、やっぱ発見士だから、ちゃんと8個の、あの、収支がついてるんや。で、ここに、この戦士たちを呼んで、ね、うまいことを来てもらうしかないってことか。なんかさっき声がしたんだけどね。あれは全然関係ない人たちかな。だからここでね、ヤッピーみたいな、あの、ニュースーパーマリオブラザーズ B のさ、あの、キノピオみたいな感じで。あ、猿か。猿にはね、お豆をやれってね、おじいちゃんも言ってたんでね。でもさ、これは前やったもんね、一回ね。これはね、絶対コンプリートしたらね、サルがなんかイベントで、助けに来てくれるかもしれないからね。ほら、なんか、ほらほら、今声がした。ヤッピーほら。あ、サルか、お前かい。サルお前かい。ややこしいわ。なんか、そういうイベントかと思った。声がした場所でなんか調べたら、発見者が見つかるよ、みたいな感じのイベントかと思ったやないのね。どうしようかな。あ、まあ、炭ひょうたんにしてみるか、一回。もうちょっと貯めとくか。じゃあ、とりあえずちょっと下の方行ってみるか。いや、でも次行く場所がわかんねえからね。発見者たちがちょっとどこにいるかわかんねえからな。もうちょっと手探りで探していくしか方法はないんですけどね。これ何なんだろうね。あ、じゃあさっきのさ、下の方とかで腕調べできなかった場所ちょっと行ってみますか。なんか、あれだよね、ひびが入ってた場所とかもあったもんね。鶏だ。鶏はまあ豆かな。豆多いな。しかも、あれ鶏というかなんか焼きたての鶏だね。ちょうどなんか火に炙られてね、いい匂いがするあたりの鶏かな。鶏ってなんか白いイメージあるけど、こういう鶏もなんかいたよね、確か。休館長みたいな。なんかクリスマスの時とかはね、この、まあ、焼いた鶏の、ね、中に、なんか野菜を入れてね、なんか美味しいローストビーフみたいなやつも作ってたみたいな話もありますけどね。というわけでちょっと美味しそうなんでね。まあ、いずれ、これ多分パーセント 100% とかにしたらね、まあ、食用にできる可能性も十分考えられるんでね。まあ、これ食物連鎖の恐ろしさっていうかね。まあね、悲しいよね。食物連鎖って、まあ、悲しいよね。小学生の時から学んでる内容にしては、なかなか残酷なものではございますけどね。あ、じゃあ200溜まったから、筆をね、ちょっと増やしましょうか。ゲージアップ。いいね。溜まった分が、ちゃんと力になってますから。じゃあちょっとさっきの新しい妖怪見ていきましょうか。あ、天の尺か。あれなんだっけ青、うん、青、天の尺か。天の尺の形態の多様さは、妖怪の中でも特質に値するのではないだろうか。悪知恵もここまで行くと、あっぱれと言うべきか。なんと他校を背負って、地を舞うのである。樹上から倍増合を投げかけたり、汚物を放り投げたりと、鬱陶しいことこの上ない。めちゃめちゃ嫌なやつやん。バディ増合、ハゲとか、バカとか。で、汚物か。まあ、出したてのうんこやろうな。しかし、所詮悪知恵と言うべきか。強風に煽られて、真っ逆さまに落ちるという、なんとも微笑ましい物語も多いのである。おっちゃんめーん、可愛いとこあるじゃんね。ちょっと伝聞録見ていきましょうか。発見し。門はくぐらせねえ。ああ、とりあえず、すずめ組の、あれやな、大事なお嬢さんを見つけるのと、まあ、発見士か。5つの木は発見士、気難しい上、里見家以外のものに使う、で、里見人の若いの木を感じ取り、その方向を指し示しますから、指し示してくれるからね。まあ、今んとこね、なんか指し示してくれる感じはないよね。なんか黄色いセンサーみたいなやつは出てるけど、それ以外はあんまないもんな。これは？ビー玉、出たー。球場に生成されたビカラス玉。日々一つに玉の姿は技術の証。なんか一個ゲットして持ってなかったっけ？気のせいか。まあ、いや、じゃあとりあえずじゃあちょっと探していきますか、発見しようね。